不思議よな、これハニーマスタード。さつまいも。さつまいも大きい。これはちょっと実家からいただいたやつ。綺麗だね。綺麗やね。うん、本当にスーパーに並んでてもおかしくないさつまいもじゃない。うん、さつまいもは大体こうちゃん、まあ、褒めればいいってもんじゃない。今日は半分ぐらい使うかな。え、なに今日はハニーマスタードアイ。ハニーマスタードアイ。そんなこと言えるようになったの。言えるよ、ハニーマスタードアイなんて。うん、変わろうか。え、じゃあどうしようかな、食べやすくもう一回切るかな。やっぱ分でいい、このままの方がいい。大きくいこうかな、悩むな。もうちょい喋るスペース空いてくれたら喋ったけど、なんか苦闘点が見当たらなかった。これでいくか。ちょっと水にさらしとこう。ちょっと置いとこう。玉ねぎ。玉ねぎ。玉ねぎはスープにしよう。スライス。結構薄めにスライスしたね。うん、今日はもう早く作りたい。あ、そういうこと、うん、もう早く火通したい。わかめも入れよう。よう見るわ。でも毎日のご飯ってよく見るの連続やもんね。そうだ。味付けはコンソメ。これで火通ったら完成。めっちゃ早い、うん、早いよ今日は。今日めっちゃ早いと思う。でさっきのさつまいも、これはレンチンしよう。じゃさつまいもチンしよう。3分チンしてみよう。ブロッコリーもチンしよう。ブロッコリー、安かった時に買って冷凍しといたやつ。どんどんチンしてくね。今日はチンよ。あれ、さっきはさつまいもどこ行った。さつまいもはあっち置いてあるよ。はい、チンしよう。お、すごい、こっち行きながら拭いた。2分半チン。おー、チンできた。ちょっと水切ってさつまいもと合わせよう。ちょっと色の悪くなったさつまいもと合わせよう。あれ、一ちくりあったけど。やっぱ湯がいた方が綺麗にはなるよな。で、ハニーマスタード。すごいメンバーが。塩コショウかな。デリ風。デリ、なにデリって。デリ風サラダ。予想してたよ、もちろん。大さじスプーンが入らん、ポカンっていう顔してたよ。味付けしていこう。粒マスタード大さじ1ぐらい、結構たっぷり入れよう。マヨネーズ大さじ2、はちみつ小さじ1ぐらいで、塩コショウ少々。これでちょっと一回混ぜてみるわ。へえ、いい匂いするわ。これはもし地球に俺一人だけやったらたどり着かんかった。つかんな、これは。組み合わせ、はい、盛り付けよう。うわいいね。マスタード効いてそうやね。効いてるよ。効いてる、効いてるよ。これぐらいかな。あんまいっぱい食べれへんもんな、今って。いや、ほんとそう。完成。今日はうどん。うどん、うどん好きよな。はい、今日は3玉いっちゃおう。チンしよう。卵。卵、今日は納豆卵うどん。うわ、最近の18番、あれ。卵黄は別で取っとこう。あ、君はちょっと置いとくわ。これをメレンゲにしたい。あのうどんこんな大変やったの。意外とね、大変やね。やろかんじゃん。じゃあやっといて。うん、大箸とこう。4枚ぐらいでいいかな。よく文句言わずにやってるな、これ。言った方がいいよ。これ楽しいよ。え、これ楽しい、うん、筋トレやと思ってみて。あろうかな。え、首ですか。
全然違う。あ、ちょっと混ぜすぎたかもしれん。なんかボソボソしてきちゃった。なんか混ぜすぎるとあかんのよね。え、でも大丈夫。今日何その魔法。でも大丈夫。何その手。歌詞とかやっとこれで膨らまんくなったりするんやけど、うんうん、ちゃんと右手を左から右にやってたよ。いいのよ。ここに納豆、納豆、小粒納豆やな今回は。普通にからしとタレを入れる。あ、からしとタレも入れるの。うん、便利やねそれ。これこのサイズいいよな。うん、ここにも全部卵白泡立てる前に入れてた方が泡立てやすいのかもしれん。あー、なるほど、納豆と。そう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 、これで混ぜると、そうするともうなんか長芋みたいな。ほんとや、これ焼いても美味しそう。これ焼いたらもうふわしゅわ納豆やな。ふわしゅわ納豆。え、その2個くっつくことあるの？うん、あるよ。ふわしゅわ納豆。はい、頼まなそう誰も。これでソースは完成。ソースなのかな。うどんチンできたよ。ちゃんと1個半1個半やって。いや、多めにしたよ。多めにしたよ、ちゃんと。で、うどんにちょっとめんつゆかけた。もうこれだけで70点は超えてるもんね。超えてる。で、もうこれかけて乗せるだけ。不思議よな、これ。こっから何かけるかでめっちゃ変わるよな、味。和風にも洋風にもなるのよ。何にでもなれるよ、こっから。何にでもなれる。近所の子供たちに言いたいわ、同じゼリゴ。いいおじさんやな。これから何にでもなれる。怖がられるけどな。ちょっと待って、聞いて聞いて。これから何にでもなれる。怖い。知らんおじさんやからやっぱ怖い。ここに大葉なくてもいいんやけどな、あった方が好きなんやな。てっぺんに卵黄提供する。お前か。なんでなんでその反応。はい、完成。いただきます。これは嬉しいな。いいな、胃袋が今もう理解した。今からご飯が始まるって。これどうやろう。うん、マスタードがいいわ。あっさりめで美味しいわ。うん、なんか意外とな、うん、ハチミツがいないな。さつまいもの甘さがハチミツの甘さなんかなって思うけど、隠れてんね、ハチミツは。うん、変なこと言うた。え、なんやろこれ、めっちゃ美味しいんやけど。いや、なんか止まらんな。うん、なんかあれに近くない？ビッグマックのタレ。あ、わかる。もう、ちょっとこれ言っていい？もうおすすめ3種。おすすめ3種やな。山椒とチーズとごま油。まずこの黄身を潰すのに食べるっていうやつ。いや、そう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 。うん、いいね。うん、パスタでも作ったことあんねんけど、断然うどんよな。断然何に近いとかもないよな。で、何がいいかもちょっとわからんよね。うん、なんか、しかもこれ納豆一パックっていうのがいいね。いや、そうよな、ちゃんと納豆が感じるもんな。うん、山椒いいなと思って。山椒いいよな、お気に入り。粉チーズ入れると一気に洋風になるよな。カルボナーラ的なやつだな。そう、これほんと1分で食べれるもんね。昨日100均に寄って帰ってきたんやけどさ、うん、その時にこう、奥様方がね、うん、奥様方奥様方がこう食器を見ながら喋ってんのをちょっと聞いてたのよ。そしたら100均のお皿って、うん、そろそろ割れてもいいのになって思うけど全然割れへんよねっていう話をしててさ、確かにな、ちょっと欲しいなと思って買って飽きちゃうこともあるやん、そりゃ、うん、そんなに愛情なく買っちゃうと。でもなかなかそれがさ、確かにずっとあるっていう。そろそろ新しいお皿欲しいのにあれあるし。確かにそれめっちゃわかるわ。いや、めっちゃわかるの。割れてもいいやと思って買うけどなかなか割れんから、ずっとそんなにお気に入りじゃない食器が家にあるってことよな。うん、で100均ではすごくいいもの見つけたらそれは絶対買った方がいい。それは絶対買った方がいい。ただ割れないよっていうのは絶対に分かった上で買った方がいい。うん、いやでもそれで言ったらもう T シャツとかもじゃない。全然もうずっといない T シャツも。いる。半永久的に使える。
替え時難しいんだよ、その頑張ればさ、使えるっていう時いっぱいあるよ。いや、そうなんよ、使わんないけどなで、ちゃんと明確にあるよね、1軍、2軍、パジャマってめっちゃある。パジャマからはもう下がるとこないからな。あるよパジャマの次はもう靴磨くあ、でもそこ行ったらもう最後や。あ、もう最後、そうやな、確かに雑巾が最後や。うん、雑巾までがめっちゃ長いやパジャマ自体めっちゃ長い。靴下が一番ちょうどいいよね。靴下は破けてくれるから、うん、いいよね。いい、 T シャツ破けんもん意外となかなかな。で、 T シャツも破けてもまだ着れると思うし結構の辺めっちゃ破れてる。難しいのはさっきの2軍とパジャマって言ったけどさ、もう2軍とパジャマ、これもうパジャマ2軍なんてないのよ、もうよく考えたらないわ。うん、パジャマでいけちゃう1軍でめっちゃ持ってくれる服買うが理想なの。なんかハッとさせるね、その奥様神様と神様の会話じゃないですか人類に新たな一手を差し伸べるさ確かに。あ、俺あれも思うわ、耳かき。耳かきもさ、なかなか壊れんなって思う壊れてんの見たことない。でも耳かきってさ、サービスエリアとかそのお土産屋さんとかにもどこにも売ってるでしょ、うん、で、耳かきって一家に一本あればいいや、いい、あってなくないと思う、需要と供給が全く合ってないとか、その置いてある耳かきの数と求めてる人の数がいや全く合ってないの。だって買い替えるにないもん、耳かき。いや、耳かきこそ次のやつを見つけたら、うん、古いやつは捨てるんじゃない。いや、それキティちゃんのやつとか使ってて、うん、白色のボンボンに切り替えるのは分かるあのトルネード型の黒色のやつとかに切り替えるのは分かる。そういうのは分かるよ、うん、キャラクター耳かきからキャラクター耳かきにはあんまいかんくない。あれや、耳かきの本体は後ろ側なんやから書く方じゃなくて、うん、ふさふさであったりキティちゃんであったり、うん、キティちゃんが色がハゲてきたら交換できる。白いふさふさがよれてきたら、ホコリがついたら買い替えできる、うん、本体あっちなんじゃん。そう、本体じゃない壊れる方よ。なるほどね。いや、それで言ったら T シャツのメインは柄になってるんです。それで言ったら、そのメイン柄ハゲても着れるんやから本体は立つ。いや、もうメインはもうそっちになっちゃう。そら T シャツもだって柄がなくなったら、うん、そうだ、耳かき理論ってこと。食器もだから柄がなくなったり、うん、かけたりしたらもう、うん、それが大変のよ百均のお皿はかけんだよな。百均ほどかけんくない大事にしてるやつほどかけるのよ。うん、なんでなのね。不思議やわ。不思議。じゃあもう結論は、うん、100均の技術をどんどん広げようってこと言いたかったの。ちょっと違うけど。ごちそうさまでした。